どうも、この丸です。キタろです。じゃあ今日はアパートメント B シャープ4の感想について話していきます。まあ、今回第4話ってことで、今回はそのマーゼルからもね、ランくんとカイリュウ君がね、参加してトークしたりとか、まあ、ちょっとダンスやったりとか、面白かったね。いや、そうだね。あの、あとやっぱあれでしょ。ジュノンの、あの、チャラさんの <laughs>、すぐ出てこんが、ジュノンのあの曲 あの曲めっちゃ良かったね。うん。いや、そうな。え、なんかさ、これさ、時間予告なかったよね。シャープさんの時。ね。うん。そうそうそう。あのアパートメントシリーズさ、ね、つ続いとるっていうか、一回だけじゃなかったんだね。わかる。そう思った。そうそう。だから、そう、だからなんかポストとかで、なんか流れてきて、は <laughs> っと思って。<laughs> やばいみたいな。は、うん、<laughs> や<ば>い <laughs> 早く見なきゃ <laughs> みたいなさ。そうそうそう。<laughs> 見なきゃ見なきゃって感じだったんだけど、はーい、えー、みたいな感じで、テ <laughs> ィーバーみたいな感じで。そ <laughs> う <laughs> そうそうそう。 そうそう。ね、ちょっとタイミングね、あれだったんだけど、そう、いろいろほら、もう MC とか待ったりとかね、いろいろあったからね。そう。そういや、めっちゃ良かったって。てかさ、ほら、この曲って、本当語り継がれる名曲みたいな感じで、そう、知ってたから。そう、うん、うん。うんうんうん。そう、まあ、チャラさんっていうか、その、イエンタンバウンドの、まあ、スワロテルバタフライ愛の歌っていう曲、そう、なんかもう、そう、好きで調べたぐらいだから、本当に俺。であれだよね、なんかさ、チャラさんのあの、独特な雰囲気みたいなさ。 ほ、うんあの曲だもんね。うん。そう,んそうなん、そうなん。てかさ、ジュノンほんとさ、女性ボーカルの曲すごい合うよね。お確かに。珍しいよね。本 <laughs> 当に。うん。うん、そうなん。で、前回はあの、バルコニーのところは歌田,田ヒカルさんだったし、杉シャラさんだし、うんうん、みたいな。そう。うん、今回もほんとかったよね。 わかるえ、てかさ、え、てか普通さ、異性の曲ってやっぱむずいじゃん、そもそも。ね。うん、男性が女性の歌を歌っても、女性が男性の歌を歌っても、なんか、ちょっとしっかり来ないなっていうさ、時があるじゃん、うん、カバーだったら、特に。うん、ね。でもなんか、ジュノンが挑戦する人、その中でも、なんか、より難しそうな方に行っとるっていうか、わかる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 。そう。なんか、無難に来なせんやつ選ぶよね。なんかそのいつもそう,そう <laughs> 本物みたいな選んじゃうみたいなさ。<laughs> そうそうそう。<laughs> <laughs> すごい試される、歌唱力試されるやつ選ぶよね。いや、そう、しかも歌唱力だけじゃない、なんか、うん、ものがある人たちの曲やねんか、歌田ヒカルさんも、チ<っ>ャラさんも。あー、わかるわかる、その、わかる、その、うん。 エッセンスっていうか、なんか、あるよね。その、わかる。うまさじゃない、何かがね、ある人たち。あ、そう、オリジナル、オリジナルっていうさ、うん、そうそうそう。なんか、その強さがあるわけじゃんね。ね個性っていうかさ、うん、その、声に特徴があるというか。うん。うん、だから、<laughs> そう、ジュノン、それで、え、すごいってなるから、マジですごい。いや、わかる。いや、そうだね。なんかさ、サビでさ、 結構、あの、サビの前でこう、盛り上がってサビみたいになるじゃん、あの曲って。だから、その、確かそこら辺だったもんだけど、なんかそこら辺で立って歌うところがなんか、こう、一気にこう、バーって広がってる感じがして、声が。うん、なんか、すごいってなった。あのアパートの前、こう、何時に通ったらジュノンさんを歌ってくれますかって思うよね、あんなんね。<laughs> 確かに確かに。いや、そう。いや、本当に。 なんかさ、ちょっとその、やっぱこの、ちょっと設定的にさ、まあ、日常の一幕みたいな感じだから、お部屋から、その、履き物履いて、ベランダっていうか、バルコニー出て、そう。うんうん で、最初椅子に座って、まあ、雑誌とかパラパラ、なんか雑誌ってか外国の本みたいなパラパラパラってめくるんだけど、もう全然なんかね、なんか、ただのパラパラだった、なんかその。わか,からかる。全然見えてないだろうな、みたいな。わかかるか。なんか、動き的にはもう何も見てなさそうだ <laughs> そ,うそ,うそうそうそう。<laughs> 見とるよ。見とるけど、そ<う> <laughs> 早いよね。<laughs> そうそう、早い。その感じも可愛くて、まあ、シチュエーションでやっとるんだろうな、みたいな、そりゃそうだけどさ。そう。わか,からかる。そ<う> <laughs> そう。で、立ち上がってサビみたいなのがすっごい良かった、本当に。そう。あれいいよね。うん、なんか、私はってさ。うん。なんか、あそこでやっぱ盛り上がる曲だから、ね。なんか、聴いてて、あの曲の、やっぱ、あの曲自体もめっちゃやっぱいい曲だなと思ったし、うん。それ、ジュドンが、ジュドン上手いから、本当に。なんか。か、うん 感動させられるよねマジで。へえー、みたいな。そう。ほんと、ちょっとほんと、シンミリってかなんかそう、聞き入っちゃったし、うん、これほんと、音源で欲しいなって思うレベル。うん、あー、私さ、うん。まあ、小声だけど、なんか、カバーアルバムってあんま好きじゃないんで。なんか、小声だけど。でも、ジュノンのなら、お願いしますって言いたいね。いや、そうそうそう。もう、この間のフレーバーオブライフに引き続き、今回の曲もそう、良かったから、そう、なんか、そう、カバーアルバム確かに。え 欲しいね。うん。でも、こういうのだからこそいいんかね。まあまあ、ううか確かに確かに。いや、うんうん、でも欲しいよね。欲しい。<laughs> みたいな <laughs>。でもそう、確かに商業的なやつの匂いしたらあれかもしれない。<laughs> この番組のコーナーだからいいっていうのはあるよね。確かに商業的なやつのなんか、わかりやすい、なんかあの曲いったみたいな時あるもんね。わかるわ <laughs> かるよ。<laughs> わかる。ちょっと、そう、ちょっと今タイトル言いそうになったけど、<laughs> 言ってもしさ、ジュノンがこの後カバーしたら困るから、やめとくね。やめとく、<laughs> やめとく。やめとく。うちは雑談でいいよ、それは。そうだね、そうそう。そう、でもほんと、わかるわ、めっちゃ。うん。やっぱいいね。てかさ、このシリーズ何個取ってやるんかね、あとまだなんかあるんかな、みたいな。なんか1個だけだと思っとったから、2個目あるってことはやっぱほら、2度あることは3度あるみたいな感じでさ。うん。ね。確かに。 今んところ第2話第4話だから、そう、うん、かその偶数というかその各週とかでさ、だから24680みたいな、その、2週に一遍ぐらいは聞かせてくれるとかわからん、5曲ぐらい撮っててくれてたら嬉しいけどね。確かに確かに。しかもさ、そのなんか、中でもジュノンっていうのがさ、おもろいよね。その、ビーファーストのそのメンバーの中でジュノンがやっててっていう。確かに確かに。そうだね。 ここのバルコニーは本当ジュノンのコーナーって感じなんかね、ジュノンとソシットさんの。うん、ねどうなのかね、そう。まあ、私個人的にはさ、映像あの、絵的にはさ、すごい好きなんだけど、なんかさ、いつもカラカラって来てさ、ね、ジュノンがさ、うん、ね、草開いててさっき言ってたけど、くんじゃん。で、そのさ、やっぱカーテンがさ、結構開いてるから、 ね、なんかお部屋の中とか結構見えたりするけどさ、うん、何なんもなくてさ、<laughs> 生活感、<laughs> 生活感も,もうなんな全くなくて、すごいおもろい。なんかな、なんの話生活してないみたいな <laughs> いい。だって、もうスタジオだから、そう,そういうアパートアパートメントスタジオだからね。しょうがないけど。に。そう。確かに。 いやそ、その子の歌のためだけに中もセットで作らんやろ。<laughs> 作らんね。作らん、作らん。なんからそういうちょっと気になりつつも、いつも見とるんでまあ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 。ね、確かに確かに確かに。うん でも今回もやっぱりそのソーシェットさんとお隣さんとそのたまたまみたいな感じはまあ変わらずっていうか、うん、まあこれはもうこのシーンのあれなんかな、うん、醍醐味っていうかお隣さんが結構今回ソーシェットさん長めにさギターポロロンポロロンってさやってらっしゃって、うん、ジュノも歌い出してみたいな感じだから、うん、すごい不思議な関係だよねもしねそれが本当によるとしたら確かに <laughs> ね <laughs> なんか流れ始めたら、もしさ、自分がジュノン、まあそう、そういうさ、設定だとして、ね、その世界に生きてるとしたらね、うん、で、ジュノンだとしたら、ね、お隣さんのベ、ね、ランダからポロロンポロロン聞こえてくるんやろうん。歌わなってなるってことやろだから結局、あれ聞こえてきた。<laughs> 確かに。<laughs> 確かに。すげープレッシャー。<laughs> そう。なんか急に来るし、しかもなんか、その、うん、なんか、 そのさ、ポロロンポロロンならまだし、もうイントロ始まっちゃったらもういかに言っていのか、絶対。<laughs> <に>でも、もし、何かしてたら、それ中断せえいかに。もしトイレだとしてもみたいなところあるね、あれ。そうだね。確かに。<laughs> <う> <laughs> 音楽が流れれば、絶対バルコニー出て歌わなきゃいけないミッションみたいな。そう。そう。もし、ジュロンだったら、すごいお部屋の中めちゃくちゃすごい走って、ダダダダダダみたいな感じなんだけど、でもなんか優雅に行きたいから、やっぱり。バルコニーに出た時はガラッと開けたら、すごい普通に、さっきまでなんか別に急いでませんでしたみたいな顔で靴履いて歌いますよね、やっぱ。 自分が、自分がジュノンだったらお話 <laughs> う,うん、うそう、さっき、<laughs> ジュノンだったら。<laughs> <laughs> なるほどね。まあ、確かにね。<laughs> <が>ああいううになるんかっていう、そう。<laughs> <laughs> 曲が始まるまでにバルコニー到着すればいいから。うそ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 う。うん、何の話け <laughs> いや、いや、わかる。ていうか、ていうかさ、その、ジュノンさ、その、何も見てないにか前回のフレーオワブライフもそうだけど、うん、いや、歌詞頭に入ってんだと思って、それもなんかすごいなと思ったんよね。いや、なんてあんじゃないかんペさすがに。えあれだ、雑誌にもしかして書いてあった貼ってあった <laughs>、ね、カンニング、<laughs> カンニングペーパーが。<laughs> その手とかに書いてあるもしかして、あとは。<laughs> のひらとかに <laughs> そう。<laughs> なんか、え、でも普通によく似そうじゃないなんか。え、だってさ、<laughs> 外抜いて歌っんなんじゃああ、だから外におるんじゃない普通に。外ですごいパネルで。私は <laughs> うん、うん、雲の影に、つて。うーん。ないかねどうなったの いや、わからん。いや、さすがに。いや、なんか、いや、俺だったらそう、カンペ欲しいんよ。だって、そのさ、しかも、りだめ取れやろ。だって、絶対、この間の、宇多田,田ヒカルさんと同じ火種か。うんうん、で、その次ももしあるとしたら何曲か覚えなきゃいけないってなったら、うん,う,んうん。いや、さすがに難しいなって思うんだけど。うんお。でも確かに、でもなんかさ、あの、フルサイズじゃなかったよね。それ。うん,うん。うんまあまあまあ、ワンコーラスって感じだったね。本当に。うん。だから、そこだけお願い、だからそこだけお願いしますか。うん、まあ、やっぱ、あとはカンペだと思っちゃう。最新的に。 いや、でも、でも、ジドンの目線はなかったよね、そんな感じで。そう、そうな。え、なんかドローンとかがさ、なんかその、ピラ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 ってさ、髪をさ、くっつけながらさ、飛んだりしとるんかな。ドローンのさ、飛ぶ音うるさそうじゃないでも。確かに確かに、そっか。タンクとかで撮影してる時のドローンみたいな。虫みたいなドローン。最初虫かと勘違いした。早いやつ。そう。 あとさ、あの、トークンところカイリ君とラン君のトークンところでさ、まあ、なんかダンスのルーツとか、あとはなんかこれが熱いとかさ、なんかそういうのあるみたいな話にしてたじゃん。うん、で、なんかまずラン君がさ、あの、ポッピンのそのルーツみたいなところを話してくれたじゃん。うん、なんかそういう話ってさ、なんかそういうの知らんかったから、そう。なんかこういうの、こういうので話してくれて、なんか、あ、そうなんだとか、結構やっぱさ、ポッピンに対してちょっと情熱を感じるっていうか、 うん。なんかそもそもそういうの語ってるのが楽しそうでいいなとかさ。なんか、<ー>遠くんところそう私めっちゃ好きやったわ。うん。いや、わかるわかる。そう、ラン君がさ、ポッピンね、得意なのをさ、もちろんね、知ってたけど、そう、ルーツまではそう俺も知らなかったから、なんか大阪のチームだっけななんかそういうね、影響を受けた人たちがいて、みたいな。うんうん。そう、それで結構そのダンクのさ、ラン君のポッピンの、その、サイファーみたいなやってる時の映像とかも流れてたりとか。うんうん。うんうん、そう、そう、ラン君超いい聞きしちょったよね。わかるー。 やっぱりね、語りたいんやね、音楽の話はね。うん、ね。いい。やっぱそれなんか結構マニアックな番組だからこそできるみたいなとこもあるよね。んなんかそういうのね。そうだね。そうだね。あとさ、ラン君さ、ちょっとウルフカットみたいなエリア足長くなって、なんかちょっとシュッとして、なんかさらにかっこよくなったみたいな。わかる。ね。うん。美女爆発しとったよね。そう <laughs>、ね。めっちゃ好きなんだけど、みたいな。なんか髪の毛の色もちょっと明るくなってさ、ねうん、そう。えー、みたいな。美しい、みたいな。 わかる顔小さいね、本当にね。顔小さい顔小さい。そう。いや、びっくりするぐらいちっちゃかった。ね。わかるわ。うん、あとさ、あの、アリのレオさんがさ、その、なんかディアンジェロが、こうなんか、そういう肉体で、みたいなさ、言ってたじゃん。私さ、そもそもディアンジェロ好きなんよ、ね、ディアンジェロっていう、うん、しかも結構、いや、好きなんだけど、なんか、結構ちゃんと好きじゃないと知らんようなやつなんで、ね。<laughs> あの、ああ、なるほど、なるほど。うん。そう、アリさんはもちろん知ってるとは思うんだけど、なんか、そもそもそういう、あ、ディアンジェラが地上波でね、名前が出てくるなんて、ありえん世界やから、<laughs> あの、普通に。うそうそう。なんかその名前が出てきたことが、なんか普通にめっちゃ嬉しくて、なんか3枚アルバム出してるみたいな、なんかボーンって紹介とともに出てくるんじゃん。そう。そう。てか俺はさ、知らんくって、それで、なこの流れがなんか昔なんか言っとって、うん かなぐらい、でもそれでも本当にあんまピンときてないぐらいのレベル。うんうん、で、初めましてぐらいになったんだけど、そう、すごいよね。30年近いキャリアを持ちながら、オリジナルアルバムはわずか3作って、もうそう、俺もこの紹介見て、<laughs> え、すごい、えー、そうなんて思ったもうん、なんか、いいよね。うん、あのね、うん、私、そのサ、サマソニーに来た時に私行ったんで、ディアンジェロ。来たんよ、うん。 そう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 。なんかその、ディアンジェロ目的に行くぐらいちゃんと好きで、割と。<laughs> 比較的にああ、なるほど。それは本当に好きなやつだね。あとあの、ライブ CD みたいなのも撮ったりしたんで、ね。<laughs> 結構ちゃんと好きだから。なるほど。そう。だからなんか、やっぱ、音楽好きの人はそうやって普通に出てくるからいいなぁと思ってさ、会話が。ああ、確かに確かに。だから、本来だったら普通の音楽番組だと出てこないような人の名前ってことなんだね、うん、この生まれ的には。そうだし、なんか音楽友達でも出てこん。 なんかやっぱ音楽のさ、その好きやれってさ、特に洋楽とかだったら、結構、その同じなことってあんまないわけ。<ー> <laughs> そう、ことっ好きとかが。あ、うん、そうだね。うん。そうそうそう。だから、そもそも孤立してずっと付き合ったね、ディアンジロ。<laughs> ああ、なるほど。そうそう、だから、<laughs> アリさんいいね、と <laughs> てアリさんはいいね。アリさんね。ああ、いいね。そうそう。いいね、てかすごいね、アリさん、アリさんなんかすごいね、知ってらっしゃる。ほら、多分、自分ご自身がやられてるジャンルとまた違うと思うんだよね。 そのヒップホップとかって、うん,うん、だけどすごいお詳しいんだね。ああでもディアンジェロはね、割とアランドビーで普通に聞いたことあるんだ。アランドビーな。あそうん。<laughs> <laughs> ヒップホップ,ホップじゃない。イメージだったわ。あ、そうなんだ。あ、本当だ。現代最高峰の R&B シンガーの一人って言ってる。あ、すごいね。ちょっとそう見た目でヒップホップだと思ってました。<laughs> なんか、なんかね、あの、ジャジーな感じとか、<ー>あとなんか、ちょっと音数少なくて民族的音楽とかのやつとかで、ちょっと静かな感じの、 感じのやつだね。この筋肉とはまた違う感じだと思う。曲 <laughs> 聞いたら。なるほど、なるほど。<laughs> そう、なんかそのね、うんそう、出てきたアーシャがさ、ほんと、上半身がお裸で、ムキムキ、タトゥーみたいな感じだったから、うんうん、なるほどね。歌声めっちゃ繊細っていうか、まあ、太,太いけど、 なんか雰囲気は結構セクスーな感じセクスーな感じ。えじゃあこの収録終わった後、ちょっとサブスクで聞いてみるね。いや、嘘つかんでくれ。いや、ほんと、気になってるから、それ本当ほんとほんと。じゃあ、じゃあ、あの、聞いてらっしゃる方で、もし聞く方いたら、ブラウンシュガーってやつが多分有名で一番わかりやすいかもしれない。あー、ブラウンシュガーね。オッケー。そうそうそう。聞く、聞く。だって俺アナー好きだもんだって。ヒップホップはちょっと怖いからあれだけど、アナ &B はやっぱ、そう、耳なじみがいいから。ピアノノート、あの、ご自身で弾かれるから、 ディアンジェロさんはあ、そうなんだ。そうそうそう。いいと思うよ。えー、ジャジーで。うん。えー、じゃあメモるね。ブラウンシューガー。<laughs> 私好きなのはレディ <laughs> ああ、そうなんだ。有名なのはブラウンシューガーなんだ。そうそうそう。うんなんかさ、一回さ、昔私、昔さ、私さ、あの、ツイッターでさ、ツイッター時代の時にさ、なんか、うん、マナトの R&B の雰囲気がめっちゃ良すぎて、マナトが R&B をもし洋楽で歌うなら何がいいですかねみたいななんか聞いたことあるね。 うんうん、そしたら結構いろいろさ、こう、くださって、で、なんか、ああ、面白いなと思って、私もこういうのが歌ってほしいなっていうのを、なんか言ったんだけど、その時、ディアンジェロのレイディってやつ出す、多分出したんだ、ね、よ、確か。うん、ああ、このバルが、それ歌ってほしい、マナトに、みたいな。そう,そうそうそう、う歌ってほしい。お願い。<laughs> お願い。お願い。いやー、でもそう。だからさ、その、まあ、ちょっと話あれだけどさ、そう、バルコニーのジュノンさ、もう今はさ、ジュノンが2回連続だけど、うん、バルコニーマナトバージョンもさ、ちょっと気になるよね。気になるー、ね。 最初、うちらマナトで予想しとったもんね、なんだろうね、うん。ああ、そう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 ,そう、<laughs> マナトのキシムフッキシムフ婦のやつで予想しとったからね。<laughs> それはもう倒れます、<laughs> みんな。そうか、そうか、そうか。<laughs> うん、倒れるから <laughs> で。以上でね、今回はアパートメント B のシャープ4、第4話のね、感想について話してったんだけど、いや、今回もね、また、バルコニーのジュノンとか、 あと、マーゼルからカイリ君とラン君が登場して、お話したりとか、そのダンスしたりとかね。あの、本当になんか、バラエティに飛んだ音楽って感じだったよね。そうだね。もう、そうだね。ダンスかなりこう、独創的なやつだったもんね。トマーみたい,ないや、そうそうそう。ハーみたいなやつ。だからやっぱ、うん、あの、青山田さんが面白いからさ、ね、結構斬新な感じでやってたもんね、うんうん。そうだね、そうだね。なんかそういうダンスあるんだって思ったもんね、そもそもね。うん,うん。だし、あれじゃない、自家予告がさ、ね、社長いたり、あと、堂本つゆさんいたりみたいな。 なんか剛、うん、さんそそっっかかかかみみたたたいいいいなななななんんんんんんだだささ感じだったね,、うん、ねなんかさほらもう独立されたから、うん、だから、うん、もう結構そういうまあもう今って別にスタートエンターテインメントだとしても出れるような感じの時代にはなってきたけどうん、うん、そう多分独立されたからなおさらもう出やすいんじゃないかなみたいな雰囲気はあるねうんねっ、うん、春堂本兄弟生まですよねこういう音楽番組みたいなさ、ね、確かにそうだねうん ねえ高なおったり。にしかわたかのさんいたり。<laughs> 高見と西川か則さん、なんか付き合ってんじゃねえかみたいな、そんな噂もあったよそあの時に、ね。あったあったあった、あった <laughs> そうそう。武田真治さんいたりね。なんか、そう、<laughs> そう懐かしいね。<laughs> まあだからさ、次回のアパートメント B が楽しみだよね。そうだね。<music>